はい、ウエさんチャンネルです。こんばんは。こんばんは。まあ、いつもこんばんはって言ってますけど実はね、見てる人はおはようございますかもしれないんだけどね、うん、まあ我々が収録してるのはいつも夜だから、うん、こんばんはというふうになってしまうんですけれども、うん、じゃあまず何それ。今日は眉毛主導で俺は今日うなずく係にしようかなって。そうでしたか。はい、ニコッと笑ってこううなずく係を担当してみたいなと。天然なんで。そう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 、おかしいとこどんどん直してってくんないと。そうそこまでね、うなずかれるとね、うざい私は邪魔にならないように穏やかにうなずいてるのに。なるほどそうなの、ね、うん、それをコツを教えてあげようか。編集してるのでよく見てるから分かってるつもりなんだけどね、なかなか実践できないね。まあまあお任せで支えて、ね、支えて重くて支えられないけど、でもとりあえずこうやってね、また脱線してるから、はい、そうそう、そういう話はセカンドの方でまたはい、あのね、またね、YouTube 始めて、うん、高崎行きましたの動画を出したら、うん、同じ高崎の1日目に行っていた方で、うん、同じ春日部市民の方が、うん、まあ、お店に来てくださって、うん、まあ、その後何回かね、うん、直接、まあ、私はですけど、まだ数会えてないですけど、うん、まだ誰一人としゃべってないそう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 まあしょうがないね、お店にいるのが私だからね。で、まあ、楽しく交流させていただいてるんですけど、もう一方、やっぱり、まあ前から見ててくださったみたいなんだけど、うん、私がツアーグッズを買えなかったっていう秘宝っていうのを最初に気づいて見てくださったみたいで、あ、買えなかったんだ、かわいそうだなと思いながら見てくださったと。哀れな、迷える。そうそうそう。でその後ハマ友はいますかみたいな時に書き込みをねしてくださって、いろいろ話してたら、その前のね高崎の時に来てくださった方もそうだし、うん、今回の方もそうなんだけど、うん、私と同い年、うん、で、まあ、だから余計に盛り上がるというかね、うん、同世代なだけではなくて同じ年なので、うん、まあそんなんで、うん、蛇がヌルヌル集まってきてで、まあ、それはねもう、うん、お会いする前からやり取りしてる中で知ってはいたんですけど、うん、まあお店にそのうち行きますねっては言ってたけど、うん、いつ来るかもわからないし、うん、ある時ある、まあ、ついこの間なんですけどよりによってあまりうちのお店的には混まないような時間なのに、うん、ほぼ満択に混んでしまってるタイミングで、うん、男性が一人お越しいただいて、うん、空いてるとこどうぞって言って座って、うん、でお水を出したらば、メニューを見ずにプレサンブレンドくださいって言ったんですよ。この人メニュー見ないでブレンドくださいっていう人はたくさんいますよ。でもプレサンブレンドくださいっていう人はなかなかいないわけですよ。で、おや？ってちょっと私も思いながら、でもすごい混んでて他のオーダーも入ってたんで、あんまり喋れずに、でコーヒーを出しして、うん、そしたら今度は向こうも気づいてほしいと思ってるから、うん、あ、浜松カレンダー見てもいいですかってこれ絶対そうだよなって思ったんだけど、どうぞって言って、うん、でまた厨房に私は戻っちゃったんですよね、うん、これで分かってくれたかなって思ってって言ってらしたけど、いや分かってますよっていうか、もう入ってきてメニュー見ないでプレサンブレンドくださいって言った時点で分かりましたけどって、暇になったら話しに行こうと思っててっていうね話をしたんですが、まあそのタイミングでねいらしていただいて、でも私に会いに来るので電車の中でホームページなのか YouTube なのか、まあSNS でいっぱい発信してるので、何をそんな舐めるように見てくださったかは分かんないけど、
プレサンブレンドがなんでプレサンブレンドになったかとかね、だからうちのブレンドはプレサンブレンドだっていうのをだから分かってていらしてるし、まあいろんなことを前もってお勉強して予習してきたね。そうそうそう、傾向と対策をちゃんと掴んで、だ最初の池尾寺もそうだし、うん、今回の方もそうなんだけど、うん、まあ同い年なのでもう盛り上がるし、うん、あとはやっぱり同じ人の不安、あそうね、うん、なので、うん、初めて会ったとは思えない。なんだろうこの最初から絶好調でお互い喋ってる感じ。あ、まあ、でも見てる人たちねは俺らの顔散々見ながら寝らしてからほとんど何度か会ったような気持ちで、ね、そうだからここのところたまに来たお客さんが久しぶりなんだけど私は毎日会ってるからってね、うん、言われるんですよ。ありがたいですね。そうね、何度も動画見ちゃってるけど大丈夫みたいな、うん、あそれだけ視聴回数は増えてますからありがとうございますってね、そうそうそう言うんですけど全然ね、うん、繰り返し何度も見ていただくのは、うん、逆にねありがたい、ありがたい、うん、だから本当は毎回毎回楽しくていいねを押してあげたいんだけど、うん、あれってどうなのって言ったから、ね、いや1回いいねをしたのにもう1回押そうと思うとそれ解除になっちゃうからやめてって言ったんですけど、ね、それは気をつけてもらわないと、うん、せっかくのいいねですから、うん、そのままステイしていただきたいので気持ちだけいただいて、うん、1回だけのいいねで、うん、いいねは我慢していただくということでね、あとは何度見ても構いませんのでそうね、うん、むしろ推奨するぐらいだね。うん、そう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 。まあでも実際ほら我々もね他の YouTube の動画見てて、うん、やっぱり気に入ったものはやっぱ何度も見てしまうっていうのはあるからね、うん、だからまあそういうことなのかなとは思うし、まあそうやってね何度も見てくれるのは非常に、うん、ありがたいし、私が一人で見てて面白かったのは家帰ってカズにも見せるし、うん、カズも見てこんなのがあってねっていうのは履歴から探して私にまた見せてくれたり、うんうん、ね、そういうやっぱり話題もあるからね、うんうん、まあいいんじゃないかなってそういうのもね、うんうん、まあ今日はねそのテレビを見ないでYouTube ばっか見てるなんて人もね結構いるからね、うん、まあそのパソコンを教えてるからシニアの人たちにねテレビ飽きちゃったなとかっていう人にYouTube を教えてあげるとね結構みんな熱心にね、まあその自分のねこう趣味とかねそういうものでもこう見れるものがね、うん、結構あったりするからそれで退屈しないで、あと釣りやってる人なんかね、何が釣れてるとかそんなのをねチャンネルからね見つけて見てたりするみたいだから、まあ、活用方法ってねいろいろあるし、普通に娯楽として見ててもね何だろうね、まあ、基本YouTuber ってほとんどある意味で素人ばっかり、最近はね吉本のタレントさんとかね、うん、普通に。なんだっけとしちゃんとかね、うん、いろんな人が始めて、小林幸子さんが始めたのね、YouTuberだっけ小林幸子は YouTuberとかで、ね、あれも結構面白いね、うん、なんだろう、やっぱりタレントさんって普通にお店あんまり行かなかったりするから、うん、我々が普通に知ってるようなことを結構新鮮に、うん、感じるみたいで、それこそね吉野家じゃないけどそういう牛丼屋さんだったりとかラーメン屋さんだとか行ってね感動してたりするから、うん、まあ、それはそれでね見ててこう面白いなと思うし、まあそうなってくるとなんか昔からいる YouTuber が逆にこうちょっとね、なんだろう、そうやってタレントさんたちが来るとね、うん、まあ、厳しいのかなとかっていうことはあったりするけど、まあでもそのトップ YouTuber の人たちはね、うん、もうテレビ CM 出たりしちゃってるもんね。すでにもうタレント化してるからね、うん、だからまあ浜ショーなんかもねチャンネルがあるからね、プロモーションビデオ的なものはね見れたりするけれども、
ファンクラブでしか流れてない動画があるじゃない。そういうものっていうのは当然なことながらね、そういうところでは流さないから、まあファンクラブ入ってると見れる動画っていうのが存在、うん、もしくは音声、ラジオ風にやってる時あるじゃん、ああいうものは聞けたりとかねするから、うん、まあファンクラブは入ってればそれはそれで、まあ、差別化された情報がこう手に入るっていうのはあるのはあるけれども、うん、まあタレントさんによってはね、普通に YouTube をそういう宣伝の人もいるし、情報をなんかこう発信してる人もいるし、まあいろいろだなとは思うから、まあ、そうやって考えるとね、本当に何だろう、ケーブルテレビが出てきた時にね、うん、チャンネルがいっぱいあるっていうのが売りだったけども、YouTube はその日ではないからね、だからまあ情報を得るためのものでもあるけれど、こうやってね、我々が別に会ったこともない人たちとこうやって情報をねこう流して、まあ、情報とも限らないね、我々喋ってるだけの時もあるから、でもそれを見てくれて、まあ、同じ浜松ファンだからっていうことでね来てくれたりとかするわけで、まあ、それはでもこうやって考えてみるとまあすごいなって思うし、まあこういう、ね、ことが起こるのかなってことも少しは想像してたけれども、でも実際ね初めて半年以上は鳴かず飛ばず の、チャンネルだったからね、まあ、チャンネル自体はうんと昔から、実はあるんだけれども、その時は、ね、今も削除しちゃったけども、地元の、ね、お店の宣伝とかしてあげてたからね、そういうのとやってる時には別に特別ね誰かが来ることもなかったけれども、こうやってややマニアックな情報がこう流れると、そうやってね人が、まあ、同行の師がね来てくれるっていうのはやっぱりありがたいなと思うし、まあ、楽しいなってことの方が大きいかね、それはね我々が演奏した時に来てくれるお客さんでたまたまそうやってね浜松ファンの人がいたりすると話がね盛り上がったりするのと一緒で、まあ、そういうのがね楽しいなっていうのはあるので、まあなかなかね何だろうな、全世代に向けて話をしていくっていうのはなかなか難しい、同じほら浜松ファンでも年が違えばやっぱり受け止め方もね違ったりするだろうから、だけどこうやってねまあ我々と年が近いね、まさしく前はドンピシャなわけでね、その年が近い人たちとはそもそもね聞いて来た音楽も似てたりとかねするから、そのなんていうかな浜松を軸にしてあってもそこのなんていうのこの振り幅もね、そんなに変わらないっていうのかなっていうのは大きいかなと思うので、まあなかなかね今のうちのチャンネル登録者数からするとまあお近くの方って言ってもお近くでない方が結構多いようなので、なかなかね、我々とねこう直接にダイレクトにコミュニケーションするってことはないかもしれないですけど、まあその分コメント欄にね、いろいろ書いていただければ十分楽しいですよ、コメント欄でね、やり取りしてても、まあ、ちょっと返信がねどうしてもリアルタイムってのは難しいんで、やや時間が空いてしまいますけど、まあ今の段階では返信できないという状況はないから、なおだけいただいたねコメントには、返信をつけていくようにしていきたいと思いますので、まあ、何かこうね思いついたこととかね、あればどんどん書き込んでいただければいいかなと思いますし、まあ、この間ね我々の呼び名もね数と前で呼んでもらって構わないからって話をね、ちょっとねコメント欄に書いたんですけど、まあ、それで全然書いていただいて構わないので、はい、ぜひですねフランクに、はい、書き込んで、まあ、コメント欄楽しんで、視聴者同士で話をしてっていただいても全然問題ないんで、ある時そういう時もあったよね、そう、だからまあ要はそういうね、ファン同士でちょっとね交流の場をね楽しんでもらえればいいかなと思いますので、ぜひとも、ご活用いただければと思います、そしてチャンネル登録をですね見るだけじゃなくてね、まあ、そう、登録をしていただく、まあ、別にそれが目的でもないんだけれども、でもやっぱり一つのなんていうのかな、
見てもらってるってことの証でもあるのかな、うん、なんだろう、こう我々が発信している中で、なんだろうな、チャンネル登録者数っていうのは実はやっぱりそのなんだろう、見てる人たちにとってもそうだし、同じ YouTuber にとってもそうなのかもしれないけれど、見てる人はいっぱいいるのかいないのかっていうのはやっぱりそのなんだろうな、価値っていうのかな、うん、扱いというか、その辺が違ってくる部分がどうやらあるみたいなので、まあ、気に入ったなと思えれば末永くですね、チャンネル登録続けていただけるといいかなと思いますし、まあ、我々も少しでも皆さんに、喜んでいただけるようなお話が、ね、できればなと思いますので、ぜひね、こういう奇跡をですね奇跡2なんてね、うん、起こしていただければ嬉しいなと思います。プレサンチャンネルでした。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。